皆さんこんにちは、並木です。そして中井学です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、前回は学さんと一緒に、ザ・サザンリンクスゴルフクラブでね、一緒にプレーをしました。楽しかったです。めっちゃ楽しかったです、ね。はいはい。で、今日はですね、まあ、そうやって私のね、スイングを見てもらおうということで、まあ実際ね、ゴルゾンさんこの練習場モードがあるんで、はい、この練習場モードを使って、はい、しっかりとレッスンしていこうかなっていうところですよね。はい、はい、でここだと全部明確に数字も出るんですよ、ですよね。本当に飛距離距離全部出るんで、本当トラックマンと同じような感じですね、はい。いや、こういうね、ちゃんとデータが分かるっていうのはね、こういう特にインドアレンジの強みでもあると思うので、あのやっぱりね、外でだと球が飛んでいくイメージが、まあ、見えやすいっていう意味ではやっぱり外の練習場がいいっていう方もいらっしゃるんだけど、こういうインドアレンジの方がこういったデータとこう対峙しながら自分のスイングを作り込めるというところで、非常に集中できる環境ではあると思うので、並木さんもそこで集中してやっていきたいなと思う。はい、で今回の、まあ、テーマがですね、はい、やっぱり、私はアイアン。いや、まあそうね、まあ、だいぶウッドも打てるようになったんだけど、特にやっぱりアイアンでこうせっかくあとこう残りちょっとっていうところでのうーっていうのが多いよね最近ね。そうなんですよ、で、まあ、結構今まで使うクラブがやっぱ結構ドライバー打って、その後じゃウッド、UTT 使った後に、もう次アプローチだったんですよ。そうだね、ってなってた時に、やっぱアイアンをあまり使わなかったっていうのもあって、まあ、ちょっとね、アイアンがまだまだ。そうだね、でもレベルがね、だいぶ伸びてきたから、やっぱり残ってるアイアンの距離が残るとか、あとパー3でアイアンを使うとか、そういったところが、ね、本当は本当はね、パー3でアイアンを、ね、増えてきてるんだけど、そこはハイブリッドでチョンっていうのがね、アイアンが自信ないがゆえにそういうところがあるから、まあ、そこをしっかりやっていきたいなと思うわけです。はい、はい。じゃあ今日はどうしましょう、そのアイアンを、まあ一番初め見ていただいたときに、まあ、やっぱりこのキャストの話になって、で以前あのソニーさん、エクスペリアね、あのスローモーションで撮ったときに、スーパースローで、明確にドゥフホホホホっていうのがね、見えたよね。はい、あれをもうどうにかしたくて、ちょっと練習してるんですけど、なかなか、いや、これはもうご覧いただいている皆さんにとっても並木ちゃんと同様の悩みを抱えている方とても多いと思うので、ここは本当に改めてしっかりやっていきたいなと思います。はい、じゃあ早速やっていただきましょう。はい、お願いします。行きましょう。はい、でちなみになんですけど、ちょっと昨日もですね、ここに練習来てまして、でその時にちょっと同じ一緒に練習来てたスタッフさんに撮ってもらったんですけど、動画をね、ちょっと見てほしいんですけど、これスローが。テイクバック本当良くなってきたし、しっかり取れるようになってきたけど、これですよね、左手。そうそうそう、左の抜きもそうだし、はい、ダウンスイングでほどけてくるのも、もう結局その右腕がこう動こうとする位置と左腕がこう抜けていこうとする位置がもう全部バラバラですか。はい、わ、なのでやっぱりどうしても浮いてしまって、フェースが開いてという、それで力をロスしてしまうということがやっぱ多くなっていると。じゃあ、まず打ってみるのでお願いします。見てください。はい、ああ、ちょっと今引っ掛けちゃいましたけど。はいはいはい、いい、もう一回。はい。いや、いい感じで左右に散らばったね。これいつもやります。やるね、こう抜けてしまうやつね。はい、実際にエクスペリアの動画の時もそうだったし、このほどきが強い、で実際にこれを狙ってやってしまって、こうむしろスイングが壊れてしまったという方もいらっしゃいます。やはり今のドライバーがどうしてもヘッドが大きいから、なんかほどかないとボールがにちゃんとこれクラブがコンタクトできないんじゃないかと思っている方が多くて、で意図してほどいている人、そして並木ちゃんみたいにちょっとこう意図してないのにほどけてしまう人、いろいろいると思います。でこれ結局ほどかなければ打てない軌道になってしまっているということが多いんです。はい、それが如実に分かる練習法があります。やってみましょう。それは何ですか。はい、まず普通に左手グリップ持ちます。通常の位置でいいです。はい、でそこにこのように指で引っ掛ける感じ、はい、で
まあ、もうアドレスを作らなくてもいいです。こういうふうにちょっとこうシャフトが斜めにこんな感じですね、はい、これぐらいの感じってなるように、はい、でこのままテイクバックを取ります。でこの時にいつもと同じように左腕はちゃんとまっすぐ伸ばしてください。で伸ばしたままでスーッと、特に左膝を楽にスーッと伸ばしながら腰を先導させてインパクト、ほー、はい、でこうなった時に右手のグリップを左手の位置に戻してください。実はこれが左腕が体のターンで通っていく道なんです。で、ナミシャンがなんでキャストしてしまうかっていうのは、ナミシャンが通そうとしている左腕のポジションがこれだけ体に近くなく、もっと遠いところにある。この位置に左腕、もしくは両腕がこう通っていく道筋ができるんですけど、ナミシャンの場合どうしてもここからこういうふうに手元をボール方向に出しながらダウンスイングをしていくので、この先の重さでクラブがほどけてしまった上にヒールラーが出てしまう。で結果的にさっきの2つ目の打った球、右にパシッと抜けてしまうような球になっちゃう。はい、はい、こうで、はい、こう、はい、で左膝を楽に伸ばしながら、そうそう、ボール方向にもに目線を置いててください。はい、そうです、そうです。でこうですか、ね、はい、球を捉える時の姿勢ってそんな感じなの。わあ、こんな感じでここまで左腰、特に腰をリードさせてダウンスイングをしてくるイメージ。なんか腰はこっち左向いてて、はい、胴体はこっち向いてて、そう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 、でまたクラブこっち行って、そうだからこのイメージがつきづらい。だからこれが全部飛球線方向に対して力をかけている姿勢だというふうにまだナミシャン認識できてない、はい、からそこには絶対来ないんです。はい、はい、なのでまず手元とかクラブはとりあえず飛球線方向と考えたときに、はい、多分この感覚、このフィーリングではないはず。違います、うん、これはこんな形したことないです。ないですよね、はい、でこのまま、はい、このままフォロー出していきます。フォロー出していって、で目標を普通自然に見てて、はい、で かかと上げてそのままして、そう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 、はい、こういうふうに終えるような感じになれば確かに OK です。もう一回おさらいです、左手はいつもショットしているところに持ってください。で右手に関してはもう持たずに指でこういうふうにシャフトに指の位置、この膨らみのところですよね、こう乗せるような感じで持つと、それで左腕が楽に伸びるところですから、ここにするとどうしてもこういうふうに曲がってしまうので、楽に伸びるところでこのように手を指をこうかざしてください。そして普通に素振りをしてください。このままで、はい、ですから例えばここで手元がボール方向に行く人はこういうふうにクラブがうまく振り抜けなくなりますので、クラブが振り抜ける位置まで左腕の位置を体に引きつけてあげるようなイメージで結構です。でこれができるようになってくると、だんだんとこういうふうにフォローでスッ、右手を左手に乗せてあげてフィニッシュを取ってもらうと、あ、自分のフィニッシュの位置がこの辺りなんだなっていうのが体感できます。で最終的には 両手のグリップを持った状態で今の方向にフォローが出せるというふうにしてもらって、これでワンセット。じゃあナミちゃんちょっとやってみましょう。はい、こう、そう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 、こうですか。そこです、そこです、そこです。あ、きつ、はい、きついよね、うん、そこの方向に今まで動いてないからね、そのままですー、はい、いいですよ。あ、きついですね、うん、だからまずはそれぐらいのスローなイメージからでいいです。よし、はい、でもとりあえずこのスイングを、うん、まずはね、しっかりね、体に覚えていく、ね、込ませない、はい、内角通りに触れるっていうことをきっちりまずイメージとして掴んでいって、はい、じゃあ一回今度その寄せていくような感じでフォローで寄せる、フォローで寄せるようなイメージでスッと滑るような感じで、どっか行っちゃったクラブ、うん、どっか行っちゃったね。もういいです、いいです、はい、もう一回。難しいな、
OK。 あー、こういう感じですね、うん、ちょっと慣れてきたら、慣れてきたらだいぶ分かってきました。今変わってくると思います。はい、じゃあ最後は通常のグリップの位置からいってみましょう。ここから OK。 はい、というわけで今やってもらってはもう息ついてしまうということは、やっぱりそれだけ今までなかった軌道でしょ。全然違うとこ通ってました、うん、今まで。そうだから、フォローに関しては何かこう勢いで行ってしまえると思ってるけども、うん、でも実際にはある程度通ってほしい、うんうん、あのラインプレーンっていうのがあるので、はい、そこをしっかりとチェックできるようにこのドリルで、はい、あの自分自身 の、 あのスイング軌道っていうのを一回見直していただくと変わってくると思います、はい、うん、もう一回練習する前に一回この軌道確認をしてから、うん、はい、打ちたいと思います。 OK です、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。せーの、また見てね。